ガチ検証。なんかハイタッチの独特な仕方が流行ってましたね。どういうハイタッチ？独特なハイタッチ。あのこうハイタッチで普通こうちょっと右手で、ね、こうこれ終わりじゃないですか、はいはい、でそうじゃなくてこうここと親指を重ねてフーって上がる。何の会話か。イエーイイエーイフーいやいや普通のハイタッチよりも楽しくなるっていう。だってこれテンション高い。ガチ検証。わらのパターンやめろ。どうせないんでしょ。バカにすんのやめろ。ありますよ。したことの方が多いかな。ああ、なるほど。人生全体的にしたことの方が多い。果敢ですね。すぐ挑んで、もうめちゃくちゃ何連敗もして、はい、あいつめちゃくちゃ告るやんって思われるタイプでしたから。ストーカーですよ。そうですよ、ストーカー。ちゃんと人変えてるから。ガチ検証。ちっちゃい時からあのゼルダの伝説がめっちゃ好きな、なんか一人プレイでやるけど、なんかみんなで謎解けるみたいなゲームが好きで。なるほど。なんか僕はそういうなんかこう一人でこう固執してやるタイプ。いや、固執してるわけじゃないんです。一人に世界が進んだ感あるよ。あのゲームのな。ライブゲームすごいですね。僕らの時なんかもう糸通しってゲームが一番好きでしたけど。糸通し。針がこうあってでこう、ね、この糸の方を操作するんですけど、綺麗に入らないといけないっていう。そうなんですよ。意外とそういうシンプルな楽しいよな。ガチ検証。まずはしっかり解説を読むって。でも苦手科目の解説読むの分からないからね。やっぱ好きになることじゃん。苦手科目は好きじゃない。好きになっちゃう。簡単に克服しようとするからレベルの低い問題とかからまず解説する。得意科目と得意科目の間にこう苦手科目がいて勉強するみたいな。ガチ検証。現代っぽい質問やな。なんかちょっと皮肉込めてるのかな。まだテレビ好きですか。回線の制約がギガが少ないから YouTube あんまり見えへん。あーなるほど。そう、僕はギガモンスターなんで結構 YouTube 見ますかね。出ました。みんなギガモンスターにしようね。ガチ検証。してましたかっていうのは。してました。今週は直近の話。今週スカイダイビングしてましたけど、ね、あーいいですね。あ、そういう意味ですか。あ、部活一色だったんですよ。日頃もう外でずっとボール蹴ってるんで、もうみんなで中で閉じこもってもうゲームしてました。あ、なるほど。 リバウンドというか。ガチ検証。おすすめのシャーペンは一緒ないわ別に。でクルトバ、ダントツのクルトバ。あ、やっぱまあ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 、クルトバですよ。確かに確かに。どんだけ書いても先っちょが尖り続ける細い状態が続くんですね、はい、センター試験ってあのマーク式じゃないですか。細い状態でこうずっとマーク しなきゃいけないんで時間かかる。そうです。マーク式はやっぱシャーペンじゃなくてこう鉛筆の方がいいんじゃないですかね。